カーボン紙を使わずに版画の下絵を簡単に版画板に写す方法です。版画の下絵はコピー紙など油性ペンが裏写りしやすい紙に書きましょう。下絵ができたら油性ペンでなぞっていきます。ここでは黒を使っていますが、裏写りするペンなら何色でも構いません。裏返して下絵が写っていることを確かめたら、表と裏を間違えないように表面に表と書いておきましょう。周りのいらない部分を切り取ります。そして必ず表と書いてある方からオイルパスで下絵の線を塗りつぶしていきます。これがカーボン紙の代わりになります。ペンテルの図工クレヨンや桜クレパスなど柔らかいオイルパスを使ってください。版画板に写した時に目立つ色を塗りましょう。下絵が全部隠れるように少し広めに塗ります。塗り残しがあるとそこだけ映らないので気をつけてください。塗り残しがないことを確かめたら、オイルパスで塗っていない方が外側に来るように版画板にセロテープで留めます。この時構図が縦でも横でも長い方の辺にセロテープでしっかりと貼ってください。その方が下絵がずれにくくなります。転写する前に版画板の裏に名前を書いておきましょう。裏写りした線の上を鉛筆やペンでなぞると下絵が反転して写ります。時々写っているかどうかめくって確認しましょう。あまり何度もめくるとずれてしまうことがあるので気をつけてください。最後に全部なぞっていることを確認してから下絵を外します。これで彫る準備ができました。すり上がるとこんな感じになります。この方法だとトレーシングペーパーに写し取ったり、カーボン紙を挟んで転写したりする手間が省け、ずれることなく手早くきれいに下絵を反転して写すことができます。はがきサイズだけでなく大きな版画も同じようにしてできます。何度も試行錯誤して一番うまくいった方法です。版画の下絵転写新方式として広めていただけると嬉しいです。